はい、では、遺作の解説に入っていきます。遺作の1曲目 F モールですね。そう、遺作の3曲は、どれも比較的シンプルに書かれています。このエケール版の番号でいうところの3番の、デスドゥアは、少し複雑になっていますけど、他は比較的シンプルなので、まあ、とっつきやすいといえばとっつきやすい、曲かなと思いますね。で、割とその引き分け、右手が3連符、左手が4連符とか、右手が3連符、左手が2連符とか、あとは上がレガートで下がスタッカートとか、そういうような、目的でなんとなく、全体が書かれています。それから3曲ともフラット系ですね。まあ、それは少し特徴だと思います。それでは今日、まず F モールいきますね。アンダンティーノなので、まあ、少し、まあ、前向きな感じ、結構前向きと言ってもいいでしょう。で、2分の2拍子で、まあ、F モール、 F モールの、曲は、10にも25にもありましたけれども、まあ、これも F モール。そして半音が多く出ていきます。1拍目が休符で、このレンジ記号の音から始まる。そしてここが2拍目の頭で、ドーンと始まるのではなくて、こう何かこう自然な感じでこうメロディーがスッと入ってくることが想定されていますね。そしてこの左手も4小節でフレーズになっているので、何かそれが4小節で閉じるように使っという感じで、どんどんゼクエンツのように転調しながら、まあ、厳密なゼクエンツではないですけど、ハーモニーとしてはドミナントトニック、ドミナントトニックで進んでいきます。ここから2小節。
ダルの書き方が巧みですよね。この後、5度から続7に発展していくときにはペダルが踏みっぱなしで書いてあります。これが第7音なので、ここで続7に発展し、このデスドアの一度が続7のハーモニーになるときに、これを保つようにペダルが踏みっぱなし、そしてデクレシェンド、バスが変わって S モールに向かっていきますね。このように弾く練習も進めたようですけれども、まあ、ショパンはそこまでしなくてもいいかなと思いますが、親指はそういった太い声を持った指ですね。1の指でメロディーが出てくる曲というのは今までにも3度のエチュードだとか、オープス25の7とか、そのあたりにもありましたね。それからこういう終わり方っていうのはなんとなく、まあ、この辺にも通ずるようなものはありそうです。右手の動きというのは、どん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 早めていくと、まあ、これに近いものがありますよね。まあ、それをよりじっくりと練習したりするのにもこのエチュードは役に立つと思います。それと同様に同じ F モールの、これも少し関係がありますね、そういう意味では。
それから左手の広い幅という意味ではこのエチュードも、そうです。このバラードなんかもそうですね、とても美しい調、とても美しい曲だと思います。次回から練習を進めていきたいと思います。